ついに憧れの近鉄特急しまかぜに乗ってみました。このビデオではプレミアムシートとカフェテリア車両を中心にご紹介していきます。電車が出発するとまずおしぼりサービスが始まります。座席は本革が採用されており、このコントロールパネルで座席の傾きなどを操作します。シートピッチは1250ミリと足回りはかなり広く感じます。テーブルは座席背面テーブルに加え折りたたみ式テーブルも使用可能です。カーテンは全席電動式のロールカーテンになっています。続いてカフェテリア車両のご紹介です。テーブル部分は1階、2階に分かれており、近くの呼び出しボタンを押してアテンダントを呼び、料理のオーダーや会計などを行います。いかがだったでしょうか。しまかぜには今回紹介しきれなかった設備や車内サービスがまだまだ多数用意されています。しまかぜは名古屋、大阪難波から伊勢志摩方面への旅行をより一層楽しくしてくれる乗り物です。ぜひあなたも実際に乗車してみてはいかがでしょうか。ご視聴ありがとうございました。